はい、どうもさん、こんにちは、メッシュと申します。まあね、こっちは機動戦士ガンダム、今日もやっていくかな?やっていこう。ちょっと待ってね、録画できてるかチェックしてなかったんだよ。録画できてますか?できてますね。録画できてますんで、やっていきたいと思います。スタート。まあ、コンティニューですね。地球連邦軍の大反攻作戦、オデッサ作戦に参加することになった我々ホワイトベース部隊、ジャブローへ向かっていた進路を変更、太平洋を横断しヨーロッパへと向かった。以前マチルダ中尉はアムロをエスパーかもしれないと言った。実際アムロの操縦技術はますます向上していき、それはあたかもジオンズム大君の提唱した人の革新、ニュータイプという言葉を思わせた。だが一人だけ抜きんでた能力を持つ者は集団の輪を乱しがちだ。彼は命令を無視して勝手にモビルスーツを出撃させるなど、スタンドプレーが目立つようになっていった。じゃあ未来はアムロがニュータイプだと信じている。ちょっとでも考えなければアムロのサイドセブン以来の働きは説明がつかないわ。それは認めるが確証はない。現在の我々はいかに生き延びるかが課題だ。ニュータイプは人の革新だというわ。アムロにその兆しがあるのなら、そんなものを待っていられるか。今アムロをガンダムから下ろして、ブライト、奴の行動を認めたら奴は自分を特別な人間と思って同調するだけだ。ミラに賛成してもらいたいな。アムロ泣くな。アムロやめたまえ。かえってくどくど説明する手間が省けたというものだ。そうかしら。ガンダムパクられたぞ。ブライト、ガンダムパクられたぞ。単純に自分勝手なことするんですよね、アムロ君。確かで、ランバラルのおじさんに出会うんだっけ。マックベもあったね。同じような鉱山があります。これだな、レビル将軍がオデッサデーで戦おうっていうジオン軍の鉱山って。ガンダムだけでここを潰せば連邦の軍隊が動かなくて済む。もうブライトにもミライさんにも口を出させるもんか。そういう簡単な問題じゃないと思うんだけどな、俺は。こっちのメイン武器はホワイトベースから持ってきたビームライフル。よし、エネルギーは十分だ。大きな採掘基地だけに防衛戦力も充実している。とりあえず主要施設と砲台を持った施設を攻撃目標に設定。これだけ破壊すれば基地機能は停止するはずだ。とりあえずそういう系のも破壊しろと。粘り撃ち砲台くらいだな。よし、やってやる。メガ粒子砲やばいでしょう。でもやっていくよ。砂の十字架。砂の十字架。じゃあアムロ一人でやっちゃうんですよね、マックベ退治で。あのなんだっけ、あのオニオンみたいなやつやっつけるんですよね。僕がガンダムを一番うまく使えるってことをブライトに教えてやる。キッズ、まずメガ粒子砲台を黙らせておくか。だからあっちの方向に進んでいけばいいんですね。シニョラ、セニョリータ、いた。マジ？待って、どっちから来てる？わかった。あっちメガ粒子砲あった。
OK。いいよいいよ、メガ粒子やっつけたよ。届かねえ、畜生。メガ粒子来るぞ。 OK、 やっつけた、一気。ナイスー、へーい。ちょっと待って、あっちの方がビーム飛んできたね、今。あ、ザクだ。壊れた砲台ですね。やばい。オッケー。いい感じじゃない？へい。オッケー。次は？へい。オッケー。いい感じじゃない。ジェットエンジン、ジェットノズルさ。やべ。ちょっと待って。うざ、こいつ。許さねえぞ、絶対に。うわ、嘘、砲台が。今です。めんどくさ。だいぶザクバスにやられましたね。ちょっと調子悪いな。ザクバスにやられすぎたんじゃない今のは。 OK。 敵どこ、あと真ん前にあるんか、どっかに。マズラアタックか。オッケー、残り一発。オッケー、踏んでやっつけれるよね、こいつら。踏んでやっつけれたぞ。あと何、敵は。マゼラアタック、ターゲット、ターゲットが何個かあるんか。じゃあターゲットをやっつけないといけないね。トラック、あ、ターゲットって建物か。やばい。オッケー、やっつけた。危ないとこだったぜ。あっちの方角ですね、あとは。オッケー、やっつけられた。なんかヤバそうの来たぞ。あったね。なんだっけこれ。あの、玉ねぎみたいなやつ、ほんまに。これやばいよね、見た目。アッザムだ。
回倒せるかな。電気めっちゃやばいんですよ。なんかカゴみたいな電気出してきて急に。オッケー、乗った、乗り損ねた。いざ、足を狙うんか。やばい、一旦ヒートダウンさせて、乗れねえ。よし、ナイス。足一個残ってるけど、やっつけれたみたいですね。ジオンめ、次々と新兵器を投入してくる。まあガンダムだけですもんね、うち。いつの間にか戦争させられて、いや、今は戦って生き延びることを考えよう。てか、セイラさん喋らなくなりましたね。ガンダムだけになると、アムロだけになると。いや、よう作ってありません。なんか、しょうもないゲームってさ、なんかもうどこに行ってもセイラさんいねえのにセイラさんの声するじゃん、みたいなノリになるやん、よく。これ結構こだわってますね、そういうとこ。偉い。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。はい。ではまたどこかでご会いしましょう。See you!